バックロード保温型。バックロード保温型はスピーカーの位置形式であり、スピーカーユニット後方から発生する低音を高音によって増幅する方式。真空管アンプの前世時代には幅広く使われていた方式である。トランジスタアンプやデジタルアンプに比べると、真空管アンプは出力が小さいため大きな音量を得ようとすると能率が高い。 アンプ出力の単位あたりの音量が大きいスピーカーが必要であった。しかし、高能率なドライバー、スピーカーユニットに対し、密閉型やバスレフ型の箱、エンクロージャを使用すると、中音域以上に対し、相対的に低音域のレベルが不足してしまう。これを補う目的で、バックロード保温型のエンクロージャが用いられた。出力わずか数ワットの真空管アンプが、 一般的であった時代バックロード保温型スピーカーはその地位を確立した。反応の良い軽量な振動板に強い駆動系、磁石を持つ高能率フルレンジスピーカーユニットに保温が内蔵された箱の組み合わせというのが基本である。保温といってもフロントロード保温型のように滑らかで、かつ短い保温ではなく、ユニットの後方に複雑に折りたたまれた形状の 保温部分が存在する構造となる。この保温部分は全長1メートルの3メートルもあり、ユニットのサイズと比べてかなり大型の箱、エンクロージャとなる、スピーカーの見た目は開口部の大きいバスレフ型のようである。この折りたたみ構造は、長大な保温部分を箱状に収めるためのものであるが、中高音を減衰させるためでもある、ユニット全面から再生される、 中高音への悪影響を防ぐため、高音部分の一部に吸音フェルト等を設置することもある。高音部分は中高音に比べ相対的に低音のレベルが低くなってしまう高能率、スピーカーユニットの欠点を補完するために振動板後方に放射される音を用いて低音増強をしようとするものである。高能率なドライバー、スピーカーユニットを用いることが多く、 その場合は、出力数ワットのパワーアンプと組み合わせることが可能である。また、高能率ドライバー仕様と排圧の少ないエンクロージャ、パコ構造ゆえによく言われる長所は、アンプからの入力に対する反応が良く、微小な信号の再生に向いている、ダイナミックレンジが広い、といったことである。一方で微小な信号の再生能力に優れることは、ノイズを再生しやすいことを意味する。また、 キャビネット構造に由来する音の癖、反射などによる特定周波数での音の共鳴もあり、これが欠点とされる。上述の通り高能率フルレンジスピーカーユニットを取り付ける例が多いため、バックロードホーン型は低音の能率を優先する設計とする場合が多い。低音の能率よりも帯域を優先する設計に出ないこともないが、そういう場合は、 バスレフ型など他の方式の方がメリットがあるためバックロード法を音型にする意味がない。また音響迷路効果に伴う低音の再生域限界がありスピーカー前面の音と逆位相になる周波数以下の音は急峻な音量レベル低下となってほとんど出ない。そのためかなり大型のスピーカーであるにもかかわらず 80Hz 以下の超低音も求められる。 現代の使用環境においては、サブウーファーを付加して低音を補うケースも多い。長いホーンを通るため低音が中高音より遅れて耳に到達することは原理的な欠点である。したがって、ホーンの長さはどんなに低音を欲張りたくてもある。程度までに抑えることが必須である。通常の設計では、ホーン長3メートルあたりまでに抑制される。この形式のスピーカーは、 箱の構造が複雑で製造コストが高くなるため、上述の通り真空管アンプ時代に流行したものの、アンプのソリッドステート開口は、製品数は非常に少ない。2016年現在販売されている製品としては、タンノイのウェストミンスターロイヤル GR、長谷博ロ工業のウム -191M ジャズオーディオファンズオンリー、およびウッドコンクート20。 構造法音 w c w e 七百五十五 a 等がある。過去に発売されていた日本メーカー製品では九百七十五年に日本ビクター、現 JVC ケンウッドが販売した FB-5 やデザイン面でも有名なテクニックス s s d 九百九十二年発売が存在した。これ以外にデスクトップスピーカーとしてオーディオテクニカの ATSP30 バイト LH、税別希望小売価格9500円、2台1組、パナソニックの RPSP90、税別希望小売価格11000円、2台1組、といった小型かつ安価な製品も販売されたことがある。オーディオマニアでバックロード法音型を好むものは自作する例が多い。かつてオーディオ評論家の長岡哲夫が実著において、 バックロードホーン方式の自作スピーカーの設計を多数発表し、メーカーのフォステックスが自作マニア向けの単体スピーカーユニットを発売したことから、日本では長岡の設計とフォステックスのスピーカーユニットを用いる事例が少なくない。また、組み立てキットとしては、長谷広志工業が MDF 材を用いて滑らかにホーンが広がる特許構造のエンクロージャーキットを開発。 販売している。常実の長所と欠点からバックロード法外効果からは多くのメリットがあるとして愛用されているがオーディオマニアにとって好みが極端に分かれやすいことで知られるスピーカー形式の図である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。